こんにちは、動画ファンの成田です。今回はスマホのキャンバアプリを使って簡単、素早く、おしゃれな YouTube のサムネイルを作成する方法についてご紹介いたします。さて、前回パソコンからキャンバを使って YouTube のサムネイルを作る方法について解説をしたんですけれども、パソコン版はそちらの動画をぜひご覧いただきたいと思うのですが、 YouTube のサムネイルというのはとても重要と言われております。せっかく頑張って作った動画見てもらうためには、魅力的なサムネイルである必要があります。その魅力的なサムネイルを一から作るというのはなかなか大変なことだと思います。そこでこのキャンバアプリには YouTube のサムネイル用のテンプレートというのも本当にたくさん用意されておりますので、テンプレートを選択するだけであっという間におしゃれな YouTube のサムネイルを作成することができてしまうんです。そこで今回はこのキャンバアプリを使ってスマホで YouTube のサムネイルを作る方法についてご紹介いたします。それでは早速キャンバアプリを使ってスマホでYouTube のサムネイル作りを行ってまいります。キャンバアプリお持ちでない方は概要欄もしくは解説ページにリンクご用意しておりますので、まずはキャンバのアプリをインストールしてください。また今回この動画では iPhone で解説をしてまいりますが、 Android でも同様に行うことができます。解説ページでは Android の画像で解説をしておりますので、 Android の方は解説ページも参考にしてみてください。ではキャンバアプリインストールが完了いたしましたら起動をしてまいります。では今キャンバ起動したんですけれども、ちょっと私はですね、以前も使ったことがあるので、このようにお帰りなさいという表示になっているんですが、全く初めての方は新規でアカウントを作成してくださいとかログインをしてくださいといった表示が出てくるかと思います。でその時にログインの方法いくつかあるんですけれども、 Google アカウントでログインすることもできますし、また Facebook アカウントでログインすることもできます。また iPhone など Apple 製品をお使いの方はApple ID でログインすることもできますので、いちいちメールアドレスなどを登録する必要がないので便利だと思います。今回は Google アカウントでログインをしていきたいと思います。このような注意画面出てきましたら続けるをタップして先へ進んでください。そして Google アカウントの選択画面が出てまいりましたら、対象の Google アカウントを選択して、そしてこのような画面を開いてください。Canva にログインしていると次回以降は起動するとこの画面が開くようになるかと思います。ではここから実際に YouTube のサムネイル作り行っていきたいと思います。とっても簡単です。特別な知識、特別なデザインのセンスなどは必要ありません。やっていきましょう。画面上部に SNS というこのようなメニューがありますので、こちらをタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいりますので、下へスクロールしていきましょう。そうするとこのように YouTube サムネイルという項目が出てまいりますので、ここで全て表示、こちらをタップします。そうすると YouTube のサムネイルのテンプレートがこのように一覧で表示されますので、この中から自分の好きなテンプレートを選択していきましょう。ただし、とってもとっても数がたくさんありますので、例えばここでスタイルが例えばエレガントであったりとか、フェミニンであったりとか、というようにスタイルを選択したりとか、またテーマですね。テーマでピンクっぽいのがいいなとか、YouTube っぽいのがいいなというふうに、このようにテーマやスタイルに絞って検索することもできるようになっております。また少し見えづらいかもしれないんですけれども、このテンプレートの中にはこのように王冠のマークでプロと書かれたものがあります。実はこの王冠マークのプロと書かれているテンプレートについては無料版では利用することができません。有料版のキャンバをご利用の方はこちらのプロというテンプレートも利用できるんですけれども、無料版ではこのプロという王冠のマークのついたものは使えませんのでご注意ください。それでは
パソコンの時も使ったんですけれども、こちらのピンクの起業というテンプレートですね、こちらを使っていきたいと思いますので、こちらをタップして選択します。そうするとこのように選択したテンプレートの編集画面が表示されました。で、スマホですとやっぱりどうしても画面が小さいので操作がしにくいかと思います。そのような時は指を2本使って画面をこのようにビヨンと伸ばしていただくと拡大表示ができます。また縮小したい時は逆です。ピヨンと指をこのように縮めていただくと小さく表示できますので、作業をする時には拡大表示をして、そして全体をチェックする時はこのように小さく表示をして使い分けをしてみてください。またこの中にはいくつかの素材があります。素材このようにタップすると分かりますでしょうか。各素材ごとに選択をされますので、テキストであったりとか写真であったりとかを選択して変更したり編集したりしていくという形になります。ではまずはこちらの彼女のというこちらのテキスト部分ですね、ここを書き換えていきたいと思います。こちらダブルタップするとこのように選択されてキーボードが表示されますので、ではここに YouTube と入力をしていきたいと思います。このように YouTube と入力をいたしました。ではこの YouTube という文字なんですが、フォントを変えたり色を変えたりすることもできます。画面下側にこのようにいくつかメニューが表示されております。まずフォントを選択してみましょう。そうするとこのようにたくさんのフォントの中から好きなフォントを選ぶことができます。ではですね、今回はこちらのフォントにしてみたいと思います。でこのフォントの中にも王冠マークのついたものがあります。こちらも先ほどのテンプレートと同じで有料版のみ利用できるフォントとなっておりますので、無料版ではこの王冠のついたフォントを使うことができませんのでご注意ください。はい、このようにフォント変えることができました。続いてその次の次の次ですね、カラーとあります。こちらをタップすると文字の色変えることができます。このようにたくさんの中から色を選択することができます。まあ、YouTube といえば赤かなと思いますので赤い文字に変えたいと思います。バツ印でカラーメニューは閉じてしまいます。またフォントサイズですね、文字の大きさをここで調整したりとか、サムネイルなのでアニメート文字を動かすような機能は必要ないかなと思いますけれども、このようにテキストいろいろ編集することができるようになっております。こんな感じでテキストを書き換えていきましょう。はい、画面を小さくしたのでちょっと見えづらいかもしれませんけれども、すべての文字入力をし直しました。企業というところもサムネというふうに書いたり、作り方レッスンとか、おしゃれな目を引くサムネイル作りとか、あと私の名前などを入れ直してみました。でこのように全体を見てみるとちょっと文字の配置のバランスがよろしくないなという感じがしますので、位置をずらしていきたいなと思うんですけれども、例えばじゃあ作り方はもうちょっと左下がいいなという場合は、このように選択をして、そして指でこのようにずらしていくことができます。レッスンもしたい、ちょっとずらして、サムネもこのように真ん中にずらしてみました。そしてこんな感じでいかがでしょうか。少しバランスが良くなったんではないかなと思います。このように指で直接位置を調節することができますので、全体を見ながらバランスなど位置を調整してみてください。では続いてこの画像部分になります。こちらの画像私では全然ありませんので、この画像を変えていきたいと思います。画像の部分タップするとこのように上にゴミ箱マークが出てまいります。こちらをタップすると画像を削除もしくはフレームを削除と出てまいります。フレーム削除をタップするとこの何て言うんでしょうね、この円形のフレームごと削除されてしまいますので、せっかくこの円形で抜かれた感じは残したいので画像を削除、こちらをタップしていきます。そうすると元々載っていたお姉さんの画像だけ削除することができました。ではここに自分の画像を設置したいと思います。画面左下のプラスボタンをタップします。そして画面下側のメニュースクロールするとまずカメラロールとあります。カメラロールをタップするとスマホの中の画像から選択することができるようになっております。もしくはアップロード、こちらを選択するとファイルをアップロードですね、こちらをタップして例えばクラウドに保存してある写真などを選
択してアップロードすることができるようになっております。それでは今回はクラウドからアップロードしたこちらの私の写真ですね、この後ろ向きの私の写真を使っていきたいと思いますので、対象の画像をタップしてください。そうするとこのようにプレビュー画面が開いて、この真ん中に画像が設置されました。でこれだとやっぱりちょっと今場所がよろしくないので、指で移動して、でこの場合パッと移動するだけでこのフレームの中に画像が入ると自動的に大きさや位置など調整をして、このように綺麗な感じで収まってくれますので、とても便利かなと思います。このように設置ができました。いかがでしょうか。もうこれでほぼほぼサムネイル作成できてしまいましたよね。あとはもう保存をするだけです。で保存するときには画面右上のこの上向き矢印のアイコンですね、こちらをタップして、そしてダウンロードをタップしてください。そうするとこのような表示出てまいりますので、このファイルの種類というところですね、三角矢印をタップして JPEG をぜひ選択してみてください。 JPEG は高画質で画像ファイルとしては容量があまり大きくありませんので、 JPEG で保存することをお勧めいたします。 JPEG を選択しましたらダウンロードをタップしてください。そうすると今 JPEG で画像を保存しております。保存中、このような共有の画面が出てまいりますが、こちらは×印で閉じてしまって OK です。はい、このような表示が出てきたら、画像のダウンロードは完了となります。×印で閉じてしまって OK です。ちなみに、この下向き矢印のアイコン、こちらをタップすると、これでも画像の保存ができるんですが、これだと PNG での保存となります。PNG でももちろん OK ですし、画像としては非常に高画質になるんですけれども、容量をJPEG よりは食ってしまいますので、個人的には JPEG での保存をお勧めいたします。では写真をタップして開いてみましょう。そうすると今ダウンロードした画像がこのように保存されておりますので、こちらをぜひカスタムサムネイルとして YouTube にアップロードして活用してみてください。さていかがでしたでしょうか。 Canva アプリもパソコンと同じようにとても簡単にあっという間に YouTube のサムネイル作成できてしまったのではないかなと思います。ちょっと画面が小さくて見にくいなと感じるところはあるかもしれないんですけれども、スマホで撮影して、そしてスマホの動画編集アプリで編集をして、そして YouTube にアップロードして、その時 Canva で作成したサムネイルをカスタムサムネイルとして設定すれば、全てスマホだけで YouTube の動画投稿を完結することができますね。もっと手軽に YouTube への動画投稿ができるようになるかと思いますので、ぜひお試しになってみてください。ではここまで4回にわたってキャンバについて解説をしてまいりました。いかがでしたでしょうか。キャンバは本当に多機能な画像編集サービスとなっておりますので、もっとキャンバのこういったところが知りたい、こんな使い方が知りたいというご意見ご要望がございましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。またこの動画がお役に立ちましたら高評価ボタンもお願いいたします。そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひこの機会にチャンネル登録もお願いいたします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。